こんばんは、平井弘明です。今調子が悪かったり、スイングに悩んでたり、理論に悩んでたり、いろいろゴルフに対してお悩みがある方で、ナイスショットを打とうとしてますか？レッスンやっていてすごく印象が強いのは、理論を一生懸命やろうとしている方はたくさんいらっしゃるんです。ただナイスショットを一生懸命打とうとしている方の印象がめちゃくちゃ少ないので、その動画を撮っていきたいと思うんですが、何言ってんだこいつって感じだと思うんですけどどういうことが見たいかと言いますと、単純なナイスショットを打つために何かされてることがあるのかなっていう疑問があるんですよ。例えば理論一つを一生懸命やろうとしている方はたくさんいらっしゃいます。僕見てても分かりますけども、単純に感覚とか自分の動きの感性をメインにしてナイスショットを純粋に打とうとしている方がめちゃくちゃ少ないなっていう印象はあるんですよ。例えばショット、僕今一発打ちますけど、登録なんかポッと頭に浮かんだ、例えば頭残すなり膝を出さないとかいろいろあるじゃない、注意点で。それなんか一つ上げてもらっていい、肘曲げないとかなんかいろいろあると思うけど、どうかそれで打ってくれっていうお願い、それを注意して打ってる人になる。あ、右脇締める、右脇を締めようとして打ってる人にする。そうだね、 OKOKOK、 それ打てるのかな。打てる打てる、打ってみるね。まあ、あれ当たり前の球やね、うん、もう一回いくね。グッバイ。で、今トール君に一つポイントを挙げてもらいました。ダウンスイングで右脇を締めようとして打ってる人の手で打ったんですけど、そういう要は理論ですよね、形、それをやろうと頑張ってるんですけど、その動きをやろうとしてるだけでナイスショットは今打とうとしてないんですよ。そう、それでじゃあ今右脇を締めたってお題もらったんですけど、今何にも考えなくて形意識しないでナイスショットを純粋に打とうとして打ってみますね。いつものショットになっちゃうね。そう、あれはそのバックスイングで右の足の張りだったり左の壁だったり回転だったりとかいろいろあると思うんですけど、意識するところ、そういうの一切考えないで単純にカメラで撮られてるんでナイスショットを打ちました、ナイスショットを打とうとして打ちましたっていうショットを打っただけなんですよ。こういうふうに単純なナイスショットを打とうとしてるかどうかっていう気持ちがすごく大切で、理論を完成させようとして打ってる方の方が多い気がするんです。ナイスショットを単純に打とうとしてるのかなっていう疑問が生まれたんで、ちょっと徹君にお願いして今回のお題で撮ってるんです。距離関係ないとします、距離関係ないとして5ヤードの6、これ6番ヤンなんですけど、6番ヤンで5ヤードのナイスショットってこれなんですよ。これ芯食っててナイスショット。次に30ヤードのナイスショット、これもナイスショットなんですよ。で、次に100ヤード。100ヤードのナイスショット。次150ヤード。次にフルショットの170ヤード。ああいう風にヤード別にして全ての距離、今打った距離に対して今ナイスショットを打とうとしている。要はフルショットを最後打ちましたよね。で、一番最初5ヤード打ったじゃないですか。同じ理論が当てはまらないんですよ、動きが違うんで。でもその2つともナイスショットを打とうとしているんですよ。そういう全クラブに対して理論じゃなくて単純なナイスショットを打とうとしてるかどうかの練習を1週間に1回とかやるだけですごくコースで有効的な練習になると思うんですよ。それはもう本当にやっていただきたい練習なんですよね。コースのための練習、要は理論も練習も全てコースのためのものじゃないですか。
でも練習場で満足しちゃうものだとコースで通用しなくなっちゃうんですよね。なんでコースでスコアを出すためいいショットを打つための練習を練習場でしなきゃいけないので、コースでじゃあ何って言ったら、もちろんナイスショットはいらないかもしれないですよ。ミスショットでも全然いいとこ行けばそれはそれで OK なんですけど、単純に動き別としていい球が出るにはこの動きだったらいいだろうっていう単純なナイスショットを打つっていう練習もしてみた方がたまにはいいかもしれないですよね。なんでぜひやっていただきたい練習の一つを紹介させていただきました。こんな反論があるかもしれないなと思って、はいはい、いやナイスショットを打つためにその動きにやってみたいな、はい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 、ご意見がありそうだな。なるほどなるほど、絶対あるだろうね、うん、ある。確かに完成度を高めたりスイングを完成させるために理論をやってて、ナイスショットを打つためにねやってるんだよね。だけど理論をやってる以上理論に意識がいくわけよ。だから理論のために動いちゃうっていうのが、理論を意識してやると純粋にナイスショットって打つ気持ちがなくなっちゃったりするんで、そこはやっぱちゃんと感性を意識して打ってもらいたいんですよね。例えば、うん、クローズスタンスでスライス打って、うん、ああ理論もクソもないね、いいかもしれない。クローズスタンスでスライスね。じゃあもう余計フックが出ちゃいそうな、こういう構えでいこうか。こうだからもうあんなのさ、理論もクソもないじゃない。もうクローズスタンスでスライスなんて絶対出ない、うん、もう打ちづらいの極みだよね。なんかこんな、そう、例えばこれでスライスだったらこうやって振っちゃえば左サイドがオープンだから打ちやすいのよ。だけどそう、なんでも逆のことで、そうだからあんなのはもう理論じゃない。でもいや、それでも理論を知ってるからフックとスライス逆で打てたんでしょっていう意見も来るかもしれない。なるほど、もうそうなっちゃったらいたちごっこです。あ、まあ、確かに確かに、うん、理論は例えばね、正当な構えをしてそれに対してこうきっちりいい動きをしてまっすぐなボールを打とうとしてる、出やすいような理論がやっぱ多いじゃない、うん、それをやるとやっぱね、確かにナイスショットのために理論を取り入れてるんだけど、その動きをね意識しちゃうのやっぱり。そう、こうやって動こうとしちゃうんだよね。そうでね、もちろん大事よ、大事だけどコースじゃね半分ぐらいしか通用しないんだよねそれって。うん、例えば80で回る人だったら半分パターで持ってったとしても40打50打ぐらいショットを打つとしても本当半数ぐらいしかね成功しないだろうし、むしろ半分成功したらね100点だと思うんだよね。コースってそれ以上にね大変なね緊張感だったり状況だってあるし、意外とその理論って平らなとこだけにはめちゃくちゃ有効なのよ。だけどイレギュラーのラインに行った時にそれをやるかって言ったらできないから。そうだよね、そうコース行ったら、そうだから本当にその場に馴染めるかどうかが大事で、こういう傾斜だったらこういう傾斜に対して自分が順応して打てるかどうかだから、だからね確かに理論も大事だけど、そういう当て感を養うっていうのはすごい大事なの。ボールに対しての当てる感覚っていうのがやっぱ出てきた方がいいんだよね。それは単純な動きじゃなくてナイスショットを打つ、そういう意識を持つことも大切、うん、なんでそれをやっていただきたいポイントですね。ちなみに僕去年かな、同級生とラウンド行って、高校の同級生とで、当て感をちょっとつけた方がいいんじゃないのって言ったら、当て感って何っていう子がいました。以上です。そうだから動きとしても大事だし、その自分の感覚でボールをポンと打つっていうのもすごく大事なことなんで、コースでは。なんでそれを練習場でやってみてください。当て感って養えるもんね、生まれ持ったもんじゃない、ね、た例えばよ、生まれ持ったものもある、うん、けど、うん、養える部分もある、うん、例えば当て感を養う練習って、通常のアドレスのボールの位置ここじゃない、例えばこういうやばいとこに置く、例えばこういうアドレスしかできない場所、ああいうこと、あれでも今シンクってナイスショットしてんのよ。
えばこういうとこ、全部同じところに返ってくるでしょ。そうだ、ああいう当て感ってめちゃくちゃ大事。そう、例えばああいうふうにめちゃくちゃ狭いところで打つ、そう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 。そう、ああいう感じ、ああいう当て感ってめちゃくちゃ大事だから、あれで理論が崩れちゃうんだったらちょっと俺はって思っちゃう。コースなんかなければ、そう関係ないでしょ、そうやって動かなくていいから、なければ本当だ。だからコース、例えば今さ4種類打ったじゃない、うん、こことここと近いのと遠いのと打ったじゃない、あんだけさ50センチ以上全部真ん中からずれてて、そう、それでも4発同じところに飛んでいくわけよ。そういうことよね、コースって。うん、あ、すげえ意味が分かった。だって全く全然関係ない話かもしれないけど、野球のボールもさ、ピッチャーが投げるところが分からないわけじゃない、次、うん、それを打つ、それって俺当て感だと思うのよ。そう、でも来るとこ分かってたら理論が当てはまるわけよ、その形で同じところ、そう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 。だからそういうものと一緒で、ドライバー打ったらどこに行くか分かんないじゃない、だから次の状況って把握できないから、いろんな状況を想定するじゃない、の時に実際ボールの位置ついて、うわなんだよこれってあるじゃない。ヘアウェイのど真ん中でも、前の人が打ったターフの中とかだったら、そこでまた変わるから。そう、うん、だからね、自分のやってる動きがコースで活かせる場所って一日何回もないのよ。そう、だから単純なナイスショットを打てる状況を自分で普段から練習しておくことが大事になってくるんだよね。そう、コースでは。あの、どんな形であれ、ちゃんとナイスショットを打とうとして動くしかないってこと。そう。で、その全部の答えを言っていい？インパクトゼロなんですよ。今の4つ。そう。だここにインパクトゼロに戻した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 でやったから全部まっすぐいってる。そう、だから話また戻ったねそう、でもそういうことなんですよ。クラブがボールがあった場所に戻そうとして動いてることは間違いないんですよ。でもそれは理論とか動きじゃなくて、クラブがそういうふうに戻ってこないと当たんないからっていうことでそうやって動いてるだけなんで、だからボールに対しての動きなんで当て感なんですよね。ボールにどういうふうに当てているかっていうことが重要になってくるんで、本当にコースではそれだけです。なんでそれをぜひ練習場でやってみてください。